第5章。親分、これからどこ行くんで？伊豆屋の店を出ると八五郎は平次の後を追います。向こう島へ行ってみようよ。菊次郎はそっと夜中に抜け出して、時々そのお銀とやらに会っていたようだ。さあいつはたまらねえね。そのお銀とやらは底辺の女だそうで。八五郎はまたもみでぼしで喜んでおります。有名な美人に会ってみるのを役得と心得ている八五郎です。橋場の私を越えて水神の森にかかると、お銀の茶屋はすぐでした。花時が過ぎて葉桜が毛虫だらけになると、しばらくは暇でしようのないように見えますが、だがこの葉桜の季節がお銀の本当の稼ぎでした。お銀の魅力に憧れた若い男たちは、明かりによる夏の蛾のように水神のお銀の茶屋に伺い寄るのです。その一人が伊豆屋の菊次郎であったことは言うまでもなく、これがまた第一等の世主でもありました。吉ずばりの茶店にいろいろの小旗をなびかせておりますが、奥は普通の家になって、そこにお銀と着身女のお松という十八区の娘が一緒に住んでいるのです。ごめんよ。あ、銭形の親分さん。平次が吉津の中に顔を突っ込むと、お銀は少し慌てて飛んで出ました。21に豊島と言っていい女ですが、なんとなく青く引き締まって濃い陰影のある女ですが、感情が激発するとパッと咲いたように華やかになる不思議な顔の持ち主です。すべてが細々として頼りないようですが、どこかに強靭なところがあり、考えようではスポーツ型とも言えるでしょう。花時は5、6人の雇い人を置くのですが、葉桜になるとお松とたった2人、寂しいような暮らしです。そのまたお松というのは不器量で無口でちょいっと扱いにくい女。こんなのがお銀の持っているらしい暗い秘密の保持には必要なのかもわかりません。会ったことはねえはずだが、俺を平次と知っているのか？あら、銭形の親分を知らない者はありゃしません。江戸中の人で。大げさな。平次はちょっと舌打ちをしたい心持ちでした。一方から言えば、江戸中の悪い人間はみんな平次を知っているとも取れるのです。用事はもうわかるだろうが、伊豆屋の若旦那のことだ。溺れたんですってね。私も長いことごひいきを受けましたが、お弔いにも伺えないありさまで。お銀はちょっとしおれてみせるので、なかなかの風情です。いや、若旦那は殺されたんだよ。まあ、おめえのところへちょいちょい来るそうじゃねえか。いいえ、近頃は親旦那がやかましくって座敷牢とかに入れられているそうで、この春からはお目にかかりません。座敷牢へ入っているとどうして知った？それはもう世間の噂で。店の者にも口止めして世間には知らせなかったはずと思いながら、平次はそこまではすっぱ抜きませんでした。若旦那は夜中に釣り船で来ることはなかったのか？そんなことはありません。嘘だと思ったら一緒にここに泊まっているお松に聞いてください。若旦那はもう二月もここへいらっしゃらないんですもの。お銀は妙に演ずる色があります。店の中は思いのほか貧しそうで、若旦那がめったに来ないというのも嘘ではないかもしれません。すまねえが、ちょいっとうちの中を見せてもらいてえが。ええ、どうぞ。金の茶釜も錦のこそでもありゃしません。私は家探しをされるのを指をくわえて見ているのも変ですから、ちょいっと遊びに出てきます。お銀はそう言って粋な着流しのまま気取ったポーズで外へ出てしまいました。平次と八五郎はその留守で手一杯に家中を探し回りましたが、なかなかに洒落た着物と少しばかりの小遣いのほかに大した蓄えもなく、これは全く平次の当て違いでした。ちょいとおめえはいつ頃からここにいるんだ？平次はお松に尋ねました。去年の春からおりますよ。大層繁盛するようだな。それほどでもありませんが。伊豆屋の若旦那はちょいちょい来たようだな。去年の秋から
今年の春へかけてよく来ましたよ。3月になってからは押し込められたそうで一度も顔を見せません。本当に一度も来ねえのか？それは確かですよ。来ると私が追い出されて、その代わり小粒一つずつもらいましたから、忘れるわけはありません。なるほど、それは忘れっこはね。ところでお銀は外へ出ねえのか？めったに出ませんよ。伊豆屋のお店のもんは誰か来ねえのか？下男の元吉さんはちょいちょいやってきますよ。弟の徳三郎さんは？噂は聞いているけれど顔を見たこともありません。おとついの晩お銀は外へ出なかったのか？ちょいっと出たようです。頭痛持ちで干渉だから夜風に吹かれるのが好きでちょいちょい出かけます。本当に頭痛持ちなんですね。頭へ油をつけるのが嫌いで3日に一度5日に一度は洗い髪にしております。あんなに毛を洗っちゃ悪かろうと思うけれど、本人に言わせると女の頭の臭いほど嫌なものはないんですって。そんな話のうちに家探しは大方済みました。一服やっていると、あら、もう済みましたの？千両箱でも見つかりまして？お銀は葉桜の下を笑いながら戻ってきました。深い表情ですが、いかにも邪念のない姿です。とんだ邪魔したよ。それじゃあお銀、あれ、もうお帰りですか？せめて商売物のお茶でもあげるのに。平次はそれをそびらに聞いて一歩外に出ると、後に残った八五郎が、お銀、いやさ、お銀さん、邪魔したね。これをご縁にちょいちょい来るぜ。立ち戻ってお世辞を言います。まあ、とんだご縁ね。ところでその近づきの印にキザなようだが手を握らせてくれ。あら、まあ、そんなことならお安いご用ね。ほっぺたを舐めさせてくれとでもおっしゃることかと。お銀が素直に手を出すと、八五郎はその手をむずと握りました。まあ、痛い、大変な力ね。すまねえすまねえ、つい力が減ったんだ。いい女は得だぜ。得だか災難だか。あばよ。八五郎は桜の土手を平次の後を追いました。どうした八？とんだ役得で思いっきり柔らかい手を握ってきましたよ。タコがなかったか？バチタコもありゃしません。あれは箸より重いもんを持ったことのねえ手ですね。平次はそれを聞くと小首をかしげました。何やら飲み込みかねた姿です。第6章。親分、見当はついたようすね。いや、まだまだそう手軽にはいかねえ。おめえはお銀の素性を知っているのか？わしは知りませんが、原の郷に網干半七郎という大変な浪人者がいます。元はお銀のいい人で、今は向島一帯を縄張りにしている侍ヤクザですが、その男に聞いたらわかるでしょう。それじゃあ頼むから、おめえはそこへ回ってお銀の前身を聞いてきてくれ。親分は用心下のうちで待っているよ。もっともその前にもう一度伊豆屋へ行って下男の元吉を脅かしてみるが。え？八五郎は何が何やら訳も分からず本所へ回り、平次はもう一度橋場の私を越して伊豆屋に引っ返しました。伊豆屋は弔いを出したばかり、菊次郎の弟の徳三郎はお寺へ行って留守、主人は奥へこもったまま。平次は下男の元吉を呼んで裏口に引っ張り出しました。元吉、もう分かったよ。え？元吉の怪訝な顔は見事でした。おめえはいくらもらった？何をおっしゃるんです親分。明日は500両という小判を探してやる。おめえはその手伝いをするんだ。今日一日どこへも出ちゃならねえよ。何が何やらわからぬ様子の元吉を後に残して、平次はまっすぐに明神下に引き上げました。八五郎が原の郷から帰ったのはその夕方。綾文、何もかもよく分かりましたよ。あのお銀という女の背中の灸の跡まで。そんなことはどうでもいい。あら、イタコ生まれで人魚のお銀と言われた底辺な女ですよ。何が底辺なんだ？泳ぎの名人で、夫も手は恐ろしく柔らけえから船は漕げませんね。おめえも飛んだところへ気がつく。よしよし、それで分かった。今夜は少し面白いぜ。何があるんです？下っ引きを3、4人借り集め作れ。橋場の伊豆屋を取り巻くんだ。
四つ過ぎに外へ出るものをそーっと出してやるんだ。その代わりしっかり顔を見ておけ。へ。それから日が暮れるまで平次と八五郎は退屈な時を過ごしました。そうして暗くなるとともにもう一度橋場へ引っ返したのです。え、また橋場へ行くんで。それも手だよ。あの辺で頑張ってると夜釣りの魚は出てこねえ。え、橋場へ行くと伊豆屋へは入らず、裏から回ってかねて用意したらしい一艘の橋家に潜りました。八、頭からそのむしろをかぶれ。少しはほこりくせえが我慢をしろ。変な匂いがしますね。親分、黙っていろ。船を少し川の真ん中へ出してもらうから物を言っちゃならねえ。へ。それは9つ、12時近い時分でした。両岸の明かりも消え、吉原が酔いのチョキ船の音も絶えて、隅田川は真っ黒に吹けてゆきます。月はねえんですね。黙っていろ。今晩に限ってお月様は邪魔だ。はっ、なんか水の音が。しっ。二人は息を殺しました。どこからともなくかすかに水の音が響きます。それからしばらくの間、八五郎は生まれて初めての長い時間を経験しました。向こう島の方から一艘の小舟が明かりもなく静かに近づくのです。やがてその船が平次と八五郎の乗った船に近づくと、闇を透かしてこちらを見ている様子でしたが、何事もないと見極めがつくと、船足をピタリと止めて、船べりからスルスルと真っ黒な水面に滑るものがあるのです。もう少しそばへ寄りましょうか。親分、平次の耳のそばで八五郎はくすぐったくささやきます。いや、動くな。川の中に竿が一本立っていたはずだ。その竿を見定めておいたのがよかったんだよ。しばらく待て。平次の声も微風のようにそよぎます。それからまたややしばらく経ちました。何やら水の音がして、相手の船にどっしりしたものが投げ込まれます。やがて物音が大きくなって、闇の中にも何やら飛躍的なものを感じると、平次の手から一道の明かりがパッと差しました。泥棒岩道です。はっ、八五郎は思わず声を上げました。泥棒岩道の丸い光の中に浮かんだのは、なんと聖面の腰巻き一つになって裸体になった女の立ち姿。それは全身水に光って人魚さながらの美女。青白い顔、肩に流るる黒髪、それは清遠にも昇華しさりそうな美しい姿です。その美しくも不気味なシーンも一瞬にして消え、女は身を翻して夜の水の中にザブンと飛び込んだのです。がその泥棒岩道の光を合図に船は八方から集まりました。船の中に残ったのは男一人。それは飛び込んだ八五郎に取って押さえられました。水に飛び込んだ女の姿は十数艘の船を動員し、八方から松明を掲げて探しましたが、ついに朝までも見つからず、朝の光の中におびただしい船はそのまま引き上げるほかはなかったのです。船の中の男は伊豆屋の下男元吉。船の中には風呂敷に包んだ500両の小判が転がっておりました。そうして人魚のような女は、言うまでもなく水神の森の茶店の女お銀の姿だったことは言うまでもありません。それより半時も前、水をくぐって逃れたお銀は、そのまま捨て置きがたいものがあったか、いや船の中に着物を脱いだために裸体で逃げるわけにいかなかったか、とにもかくにも水神の森の中の茶店の裏口に立っていたのです。お松さん、開けておくれ。私だよ。晩春の水の冷たさにお銀もさすがに震えておりました。炎に腰を包んだようなものすごい裸体、流れた毛を持ち扱いかねた姿でそっと雨戸に拳を当てるのです。中ではコトコトと音がして、お銀の前にガラリと戸が開きました。あっ、それは思いもよらぬ銭形平次の姿だったのです。ここへ来るだろうと思ったよ。
さあ、着物を着るうちだけは待ってやろう。平次はそう言って逃げる思案もつかず、ぼんやり立っているお銀の手に一重ねの普段着を投げてやるのです。ありがとう。礼を言ったものかしら、銭形の親分。お銀はそう言って濡れたままの体に合わせを引っ掛け、青ずんだ顔ににっこり寂しい微笑を浮かべるのです。お銀も元吉もおしおきになり、伊豆屋の二番目息子の徳三郎はそれっきり行方不明になりました。菊次郎の許嫁のお夏も自分から身を引こうとしましたが、養い親の主人徳兵衛に望まれて伊豆屋にとどまり、その後を立てることになりました。八五郎が絵解きをせがむと、平次は、わからねえところは一つもねえだろう。お銀は菊次郎を嫌って500両の金だけ欲しかったのさ。菊次郎が座敷牢に入ると、裏から小舟を出してすぐ庭の裏の川で向こう島から泳いでくるお銀と相引きしていたんだよ。500両を持ち出させた晩、竹竿で菊次郎を殴り殺したが、500両という小判を持ち運ぶ工夫はねえ。お銀は船は漕げねえから川に沈めて竿を立てて目印にしておいたんだ。さて、あの明くる日は俺が川を探すと触れて回ったんで、前の晩元吉に船を出させて目印の場所から500両の小判を取り出したんだよ。いたこで育ったお銀は天のように川を潜る。ところで徳三郎はどうなりましょう。兄を殺したも同様さ。悪いやつだ。元吉を使って菊次郎が500両持って出るのをお銀に知らせたんだろう。かえそうなのはお夏さ。いい娘だが少し我が強くって、菊次郎と一緒になる気がしなかったんだろう。でも自分が好きになれねえばかりに菊次郎があんなことになった。罪滅ぼしのために明神下まで飛んできたに違えねえ。でもあの女は大した女でしたね。人魚というのはあんなもんでしょう。何をつまらねえ。あら、竹竿で男を殴り殺す女だ。化け物だよ。それに比べるとお夏は愛嬌はねえが、いい娘でしたね。どこまで行っても八五郎の女人来参は果てしもありません。野村古道作、銭形平次捕物控えより、橋場の人魚、書室オール読み物、昭和29年1954年6月号より読み切り。